収録戦目、オピニンクスとリゾーパス。最初はオピニンクスの群れと戦闘。倒すと仲間を呼ぶ。そのうちボスのリゾーパスが出現。1ターン目は2回攻撃。1万ボルトとブリザードが危険。2ターン目のエルニーニョは全滅不可避。まずはオピニンクスが2体出現します。適当に攻撃して1体倒します。オピニンクス自体は HP10、攻撃方法戦うのみというクソ雑魚なめくじです。オピニンクスを1体にしたら、マッシュと火炎を防御させて、しばらく待機します。待機するのは、リゾーパスの出現条件が、戦闘開始から一定時間経過後にオピニンクスを一掃する、となっているからです。オピニンクスの撃破数は関係ありません。オピニンクスから4回目の攻撃を受けたら、必殺剣空を使用します。火炎が攻撃を受けるまで待機します。来ました。必殺剣空でとどめを刺せば、2人とも ATB ゲージが満タンの状態でリゾーパス戦を開始できます。オーラキャノンと必殺剣牙で速攻撃破を狙います。リゾーパスは強力な全体攻撃を使用してくるため、長期戦は禁物です。また背景がエンコ殺しなので、動画的にも早く終わらせなければなりません。ゲージ満タンから開始、かつ、窓しこ出て数を稼いでおけば、エルニーニョが来る2ターン目の前に撃破できます。万能薬をゲット。テイク2は、1回でした。